はい、どうもラルフございます。ということで今回もにゃんこ大戦争、今回もスマホ版の方やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、昨日ですかね、にゃんこのお願いということで、なんだかんだね話のわからないまま次の日に持ち越しということで、また今回もこちらね、来てますので、今回もちょっとこのお願いを聞いていこうかなと思います。ということでまずちょっと吹き出しの方でも読んでいきましょうか。お待たせにゃプレゼントの中身のヒントを今日はバトル猫から聞いてきたにゃということで聞いていきたいと思います。ということで、サブ端末の方で同じようにやったんですけれども、結局結論はね結末同じだったんで、特に何もないんじゃないかなと思うんで、まあ、とりあえずまあ引き続きやっていきましょうか。はい。ということでタンク猫より詳しいって言ってたから、期待できる情報には頑張ってプレゼントの中身を当てるにゃ。猫感が欲しいよ正直。何でもバトル猫が言うには、戦闘スピードを早くできるアイテムらしいんじゃん。もうこれあれやがない？あ、分かったにゃ。それはスピードアップにゃ。スピードアップしか考えられないや。はい。でもタンク猫が前に言ってたことと全然違う気もするけど、そう思うにゃ。昨日はニャンピだったよね。で、今回スピードアップになってるけど。ちょっと待って。そうも、はいにしときましょうか。ただ、バトル猫が言うには、使うと、ニャンコたちが強くなれるらしいにゃ。なんか違くない？スピードアップってただスピードが上がるだけでしょ。で、ちょっと待って待って待って、どういうことこれ。はい。じゃあ、スピードアップじゃないにゃ。じゃないにゃ。はい。戦闘のスピードが上がるだけで、にゃんこたちは何も強くならないにゃ。そうよね。スピードアップで強くなったらもうね、もうやばいでしょ。むしろタップが追いつかなくて、普段負けないところで敗北しちゃったりするには、まあ、あるあるだよね。うん。はい。プレイヤーのスピードが試される、修練のアイテムなのよ。もうね、なんかね、時短のためにね、使ってるって感じですよね。なんか時間ない時とか、あとはもう周回する時とか、もう慣れちゃうとスピードに慣れるとそうでもないかなって感じがするんですけどね。はい。でも、そういえば、バトル猫が言うには、にゃんこクラブに入会すると使い放題らしいので、もうスピードアップだよ。もうにゃんこクラブに入会、毎月1200いくらだ。もうね、毎月やってますよ。もうスピードアップがね、無限回使えるんで、もうなんか、もう普通にもなんだろうね、もう毎月、なんかアマゾンプライムみたいな感じでもう毎月契約してますよ。はい。ってことは確実にスピードアップには、にゃんこクラブのカードにも書いてあるには、絶対そうにゃ。まあ、そうですね。はい。そう思うにゃ。はい。あ、でも、バトル猫が言っていたのを思い出したにゃ。スピードアップじゃないって言ってたにゃ。じゃあ違うにゃ。もうなんか、話がもう全然あるよ。最初から違ってほら、このよくあっから時間返すよ。まあいいや。スピードアップじゃないにゃ、ごめんにゃ。だんだん分からなくなってきた。自分から言って自分で分からなくなるってね、たまにあるよ、俺も。疲れてるとね、何言ってるか分からなくなること。じゃあそろそろ、プレゼント箱を開けて答え合わせす。お、もうくれんの？もうくれんの？マジで？ほう。はい、プレゼントの中身を果たして何やろうか。何くれんの？スピードアップとかやめてよ、本当に。せめて猫棒が欲しい。はい。ん？これまさか、またこれあれじゃない？忘れた？あれ？ほら、これ来たよ。来たよ、来たよ、これ。絶対来ると思った。プレゼントどこや？ほらね。分かってるんだよ、もう。そういうのはもうね、分かってるんだよ。はい。は？は？はってこと？は、大事に保管しておくために昨日家に持って帰ったら持ってくるの忘れたんや。家に忘れてしまったのね。昨日の夜に絶対忘れないようにドアノブにかけておいたんです。それで忘れるって相当やばくない？もうなんかいろいろね、忘れ物のプロフェッショナルになれる可能性あるかもしれませんよ、これね。うっかり忘れて駅まで行って気づいて思い出して取りに戻ったじゃん。走って戻ってたらタンク猫にぶつかって、それから猫基地に着くまでの、猫基地に着くまでこれ仕事なんだね。まあなるほどね。てか何、タンク猫とぶつかるって、そのね、路地でパン加えた女子高生とぶつかるって、この昔のね、昔のなんかよくある青春漫画みたいな。まあいいや。要するにごめんにゃ。はい、分かってますよ、分かってますよ、ね、明日に必ず持ってくる。絶対明日は持ってこないんでしょ、違う？今日は枕元にプレゼント置いて寝るには絶対忘れないよ。それ自分で起きてさ、うわプレゼントだって開けるやつじゃないの？クリスマス的な感じで絶対にゃ。
じゃあまた明日にゃということで、今回も漏れませんでしたが、まあとりあえずね、まあ猫が面白いでもないけど、なんかね、やり取りができたんでよかったのかなと思います。でとりあえず明日こそ多分漏れるんじゃないかなって思うんで、まあとりあえず、明日もまたね、このお願いの、吹き出しの方が出てくるんで、一緒に見ていきたいなと思うんでよろしくお願いします。ということで引き続きね、5000万ダウンロードのイベントに関してはまた他になんかやることがあるかな、まあとりあえずなんかあればね、やっていきたいと思うんで動画にしたいと思うんでよければ見ていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。